ひろゆきさんは江戸オールユナイテッドに所属していると話されてました。具体的にどんなことをされてますかまた再開の頻度とかどんな感じが知りたいです。ひろゆきさんが感じた男女比はどの程度だったでしょうかすみません、最近はちょっとあのあの頑張ってません。<laughs> 去年はいろいろ、いろんな部署に顔を出してあの、なんか物事の仕組みとかやったんですけど、あのそのサッカークラブで江戸オールユナイテッドっていうあの本田圭佑さんがサッカークラブ作ろうぜって言って始まって、 で、あの、サッカークラブって、東京4部っていうところが始まって、東京3部、2部、1部、次関東4部、3部、2部、1部みたいな感じで、上がっていくと、で、最終的にその中の、J3、J2、J1 みたいなので、一個ずつトーナメントを勝ってチームが上がっていくと、最後はプロリーグに行けるっていう仕組みなんですよ。なので、順調に行くと10年後に J1 に行けるんですよね。っていうのが面白いっていうので、あの、みんなでスポーツクラブを経営しようぜっていう感じで、その、 基本的に多数決で全部決めるっていう仕組みなんですよ。で、最初の頃は、ホンダさんがこう言ってるからそれにしようぜってなったんですけど、最近みんな慣れてきて、あの、ホンダさんが言っても仕方するっていう。<laughs> あの、ま、ホンダさんがそう言ってるけど、これはいらないよね、みたいなので、割とあの、決まりがちなので、なので、本当に多数決で決まってて面白いなっていう感じですね。はい